下り線施設上り線施設離月パーキングエリアは、北海道北広島市離月にある、同自動車道のパーキングエリアである。ワーツスマートインターチェンジ及び、ワーツバスストップを併設している。札幌近郊に位置しており、北海道内の高速道路休憩施設としては、最大級の施設であり、イベントも開催される。 北海道内の高速道路で唯一24時間営業のガソリンスタンドがある。2009年にはワーツスマート IC 開通に合わせてハイウェイショップがリフレッシュオープンした。2017年1月19日にスナックコーナーがリニューアルオープン。その後、2017年4月25日にショッピングコーナーを含めた商業施設が道内初のドラマチックエリアとして、 グランドオープンした。ワーツスマートインターチェンジは、同自動車道のワーツパーキングエリアに併設しているスマートインターチェンジである。2009年6月29日に北海道内発のスマートインターチェンジとして開通。開通5年目での利用台数はおよそ1.7倍に増加。24時間化へ向けた交通調査や協議が行われ、 2016年9月9日より24時間運用を開始した。2004年に民間主体による周辺開発計画 WPAC プロジェクトが国の地域再生計画に認定されていた。大曲り工業団地や北広島林厚工業団地に近接しているほか、ゴルフ場が点在している。ワーツバスストップ林ツパーキングエリアに併設されたバス停留所。 上下線とも、パーキングエリアの函館側のランプウェイ上に設置されている。2021年4月1日現在、ワーツから乗車する際は、全路線両方向とも予約が必要。通行止め等で一般道へ迂回する場合は、国道36号のワーツ停留所に代替停車する。北海道中央バス広島線、ワッツ中央海間停留所が近接している。 ワーツスマートインターチェンジに関するカテゴリー、ワーツバスストップに関するカテゴリー、ありがとうございます。